なんでだって、だってうちの父ちゃんから太ってるのがいいとか言うんだけども、やっぱりすべてやってるんだよ。あら、いや、もう、鬼すんの、あんた。201号室。野口修司。すみません。すみません。郵便屋です。すみません。あ、郵便屋です。そんなもん頼んでねえよ。野口。港高校の沢木か。やっぱり入れ。大丈夫かお前、顔色悪いぞ。大丈夫大丈夫、麻酔打ってっからよ、痛くねえんだよ。でもお前すごい血だぞ。え、あ、本当だ。まあゆっくりしていけよ。おう、意外と広いんだな。ああ、物がねえからな。お前何やってんの。ヤクザだ。で、俺に何か用か。ああ、これ。そっか、お前郵便屋だもんな。
毎日こんな時間まで配達してんのか。大変だな、郵便屋も。うん、まあな。楽しいか、郵便屋。いや、でも仕事だから。楽しいぞ、ヤクザは。指詰めて痛い思いして楽しいのか。お前最近興奮したか。え、ガキの頃みてえに胸がドキドキすることあるか。30過ぎて興奮したり胸がドキドキするなんて、そうザラにあるもんじゃねえよ。でもな、ヤクザにはそれがある。毎日が緊張の連続だよ。この先に穴が開くまでコツコツ働いて何が残る。バカみてえにペコペコ頭下げて媚び打って生きて何が残る。俺は名前を残すぜ。裏街道にな。俺帰るわ。ああ、まだこんなに配達残ってんのか。大変だな。またゆっくり来いよ。ああ。今男が自転車に乗ってそちらに向かいました。どうぞ。了解。服装はダークグリーンのスーツ上下、同じ色の帽子を着用、赤いネクタイ、赤色の自転車に乗っています。どうぞ。了解。そちらは引き続き容疑者の監視をお願いします。了解。こんな時間に郵便配達する、怪しいな。大体配達中の郵便屋がいちいち人の家に上がり込むか。間違いないな。運び屋だ。でかい山になりそうだな。え？匂うんだよ、きな臭い犯罪の匂いがな。部長の勘に間違いない。直感ってやつさ。あ、来ました。まるで郵便屋だな。大胆な野郎だ。との確認をしろ。はい。ガキの頃みてえに胸がドキドキすることあるか。ただの野
ヤクザもんじゃねえかよ。ああ金を下ろすの忘れた。一人で飲む量じゃないな。ええ、中に仲間がいるのかもしれませんね。警備に連絡しろ。はい。あ、前田ですが、大量の酒を買い込んで今アパートに入りました。中に仲間がいる可能性あり。どうぞ。いいか、必ず誰かと接触するはずだ。引き続き監視を続けてくれ。俺たちは一旦署に戻って作戦を立て直す。以上だ。了解。仲間か。うん、戦略。一年は夢と過ぎ去り、歳末を売り出しに町のざわめく頃、後ろ髪引かれる思いに涙するシンガポールの町の朝。背景。
この手紙が届く頃にはもう私はいないかもしれません。別れの手紙か。何度かお便りを差し上げましたがお返事がなく心配しています。お元気なのでしょうか。捨てられたのね。よくあるパターンね。どうしても最後に一言お詫びが言いたくて今まで無理なお願いをしてすみませんでした。いくらおばさん、おばさま、おばさま以外に身寄りがないとはいえお金のお願いをするなど過ぎた甘えをお許しください、うん、金銭トラブルか。でもその必要はなさそうです。実は私の命はそう長くはありません。がんだそうです。お医者様からはもう治療はしなくていいと言われました。グリーンハイツ215北川美津子様。何してんですかね。分からん。だが奴がヤクの運び屋だってことに間違いはない。野口以外にまだ売人がいるのかもしれませんね。Thank you.
すみません。すみません。この手紙出しといてくれる？え？じゃあ、はあ。わかった。例の郵便屋は病院を渡り歩いてるそうです。なるほど、考えたな。それで郵便屋の格好してるのか。病院を渡り歩いても怪しまれずに済む。それに病人ってやつはほとんどが犯罪者に見えるからな。野口はどうした？今朝早くアパートを出て奴の所属する港一課の事務所に入ってきました。誰かついてるのか？修復が張り付いてます。野口はただのチンピラだ。締め上げたところで何も知らないだろう。やはりあの郵便屋ですね。郵便屋か。面会ですか？あ、北川さん。あら、いないわね。北川さんどこにいるか知らない？さやこさんならさっき屋上にいましたよ。あ、どうも。すいません、手紙書いたんだけど出す相手がいなくて。おい、看護婦さん探してたぞ。あ、忘れてた。北川さん。はい。あ、手紙。あ、うん、出しとくよ。3時は点滴の時間なんだ。あ、あなたは受けなくていいんですか？俺は打っても大して意味がないかな。郵便やってモテるんだな。
俺も郵便屋になればよかった。何してるんですか。殺し屋だ。殺し屋が入院しちゃったんですか。そう。どこが悪いんですか。細胞。細胞。そう。俺の体の中に殺し屋が現れた。がん細胞ってやつ。殺し屋が殺し屋に殺される。早口言葉みたいだ。殺し屋か。本当にいるんだ。殺し屋も大変なんだよ。いい仕事やっても表彰されるわけじゃないし、俺たちは名前も過去もねえんだからな。そうか。それに仕事なんてそうあるもんじゃねえからな。1年にどれくらいあるんですか。ある時で 2,3 回ってとっかな。へえ。そんなもんなんだ。今日本に殺し屋はどれくらいいると思う。さあ、800人だ。800人。だから大変なんだよ、仕事なくて。ない時はどうしてるんですか。みんなアルバイトしてるよ。コックの見習いだとか、蕎麦屋の出前だとか。それに仕事入った時のために練習もしなきゃなんねえだろう。練習って。出前で客に気づかれないようにそっと蕎麦持って行ったり。休憩中に路地裏にいる犬や猫を撃ってみたり。まあそういうやつらはエージェントに入ってないやつらなんだけどね。エージェント。自分で殺し屋嬢なんて書いた名刺持って仕事ありませんかなんてヤクザ事務所にでも行ってみろ。逆にぶっ殺されるぞ。ちゃんとマネージメントをしてくれる事務所ってもんがあるんだよ。なんていう事務所ですか。エース。エースか。エースには何人ぐらい所属してるんですか。この間ニューフェイスが入ったから30人ぐらいかな。じゃあ今は休養中なんですね。いや、オーディションの結果待ちなんだ。オーディション。全国殺し屋選手権大会。それでは第3次オーディション最終選考を行います。皆さんもご存知だとは思いますが、優勝者には賞金5000万円と本場イタリアでの殺し屋体験ツアーおよび世界殺し屋連盟よりキングオブキラーの認定書が授与されます。では1番リオンさん、オーディション会場の方へよろしくお願いします。
では準備が良ければよろしくお願いします。うい、ありがとうございました。それでは写真を一枚。それではブリジット・ランさん、オーディション会場の方へよろしくお願いします。それではエースのジョーさん、オーディション会場の方へ。ジョー、うちのジョー、長い付き合いやの。はい、分かっているな。年齢制限は45だ。はい。正直我々は君にこのキングオブキラーの認定書をあげたいと思っている。ありがとうございます。いよいよだな。はい。健康診断の結果なんだが、あんまり良くないようだ。健康状態も審査の対象になる。一度じっくり医者に見てもらえ。はい。しっかりな。ではそろそろ実技の方に移らせていただきたいと思います。で、結果はどうだったんですか？3発とも命中した。ど真ん中にですか？まあな。じゃあ優勝じゃないですか？いや、まだ合格通知のハガキが届いてねえんだよ。いや、きっと優勝ですよ。それに健康状態が審査の対象に入ると言ったろ。俺の体はもう、じゃあな。おしゃべり嬢。おしゃべり嬢？ 3,4 年前に城東商事の覚醒剤密輸事件ってのあったろ。ええ。その事件に潜入していた捜査四課の坂上に、俺が殺し屋だの、会長の命を狙ってるだの、取引場所から黒幕まで何から何まですっかり喋ったらしいんだ。でもその会長は殺されたんですよね。ああ、奴が喋ってくれたおかげで
事件の全貌はつかめたんだが、会長はあっさり殺されちまった。じゃあやったのは？さあな、何の証拠も残ってないんだ。あの野郎、ただの運び屋じゃねえな。無理だ。どうして？殺し屋になるのに一番必要なものが何だか分かるか？リズム感だ。何それ？お前みたいな音痴にリズム感があるわけねえだろ。だから無理だ。殺し屋ってのは常に頭の中で音楽が流れてなきゃいけねえんだ。ジャズにバラード、そしてロック。その時に流れてる音楽で殺し方が決まる。殺す方も殺される方もリズムってもんがあるんだ。わかるか？リズム感と殺しなんて関係ないわよ。バカ。ただ拳銃ぶっ放してるやつは殺し屋とは言わねえ。音楽に乗って現れ、音楽に乗って消える。大事なのはスタイルだ。美意識ってやつさ。美意識？そう、美意識だ。殺し屋ってのは殺される奴が最後に見る人間なんだ。だから身につけるもの、髪型一つまで配慮が必要なんだ。お前だって鼻毛出した捨てて小親父に殺されるよりアルパチーノみたいな紳士に殺される方がいいだろう。俺だったらブロンドにトレンチコートを着た淑女に。わかったら諦めろ。接触しました。相手は殺し屋嬢です。何？殺し屋嬢か。港一家の野口、それに殺し屋嬢、何かありますね。竹林、お前はどう思う？嬢は殺しのプロフェッショナルです。やはり殺しの依頼じゃないでしょうか。郵便屋は港一家の野口に殺し屋を紹介してもらい、そして依頼したということか。でも殺し屋嬢って言えばダイリング級の殺し屋だ。あの郵便屋にそんな殺し屋を雇う金があると思うか？払うんじゃなく入るんだとしたら。保険金か。すねた指なくしたて。お前笑かしてんのか？お前で指持ってこなあかんがな。指よ。お前後でひっつけよう思てんのちゃうんか？正直に言うてみ。あ、本当にちゃんと詰めました。だいたい己がシャブに手出すさかいこんなことになっとんねやない。分かっとるか？はい。組長が帰ってくるまでにちゃんと探しとけ。はい。逃げても無駄やさかいな。分かっとんな？はい。
嫌なことなんて何一つないの。すべてが大切なの。最初に病気のこと聞かされたとき、私ひどかったんだ。なんで私ばっかりって。死のうと思った。それで死ぬつもりでここへ来たの。そしたらね、ラーメンが食べたいって思ったの。ダメダメ、今から死のうって時に何がラーメンだって忘れようとするんだけど、どうしても忘れられなくて、もうこうなったらラーメン食べてから死んでやろうって病院抜け出してラーメン食べに行ったの。いっぱい汗かいて鼻すすりながら食べたの、2杯人って生きていると必ず何かにつまずくと思うの。間違いもするし、でもそれって前進してる証拠でしょ。立ち止まって何もしない人よりはずっとマシよね。今が大切なの。過去にも未来にも苦しむ必要はないでしょ。過去はもう存在しないし、未来はまだ存在しない。私には明日の約束なんてできないから。今日できること明日に持ち越したりなんかしないの。
ご苦労さん。あの病院の患者の中に多額の保険に入ってる者は一人もいませんでした。保険金目当てじゃねえのか。個人的な恨みかもしれませんね。郵便屋が連れ回してる女は北川紗友子、末期がんの患者です。怪しいな。そんな女連れ回して何をカモフラージュしてるんですかね。慎重なやつだ。カモフラージュ。おい藤村。はい。郵便屋の仕事内容言ってみろ。はい。はがきとか手紙の配達、それとあとは小包とか。それだ。小包、爆弾、爆弾テロ、ビンゴ。それで女を利用して人混みの中を。郵便屋は小包持っていても怪しまれませんからね。竹林だ。はい。すまんが郵便屋のアパートの部屋の中を調べてこい。バックにでかい組織があるかもしれん。慎重に行動しろ。はい、はい、お前の中の殺し屋をぶっ殺してやる。撃って。約束しよう。明日3時に迎えに行くから。約束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 ！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 やっぱり金が目当てか。おい。え、どうした？
やっぱりシャブの運び屋だ。ああなあ、ああよし、引き上げるぞ。ああどうした？指だ。よう、郵便屋。実家に帰ることにしたよ。殺し屋に実家があるなんて知らなかった。テレビとか映画の見過ぎなんだよ。過去なんてそう簡単に消せるもんじゃねえよ。そんなことしてたら殺し屋になる前に両親から親戚から俺の知り合い全部殺さなくちゃなんねえじゃないか。こないだ聞いた時は過去も名前もないって言ってたのに。あれは決まり文句なんだよ。テレビとか映画の見過ぎなんじゃないの。どうして帰るんですか。殺し屋が病院のベッドで死ぬわけにはいかねえだろう。みんな元気かな。ジョーって本名なんていうの。小林常夫。え、小林常夫。常識のジョーに押す。おかしいか。殺し屋常夫じゃかっこ悪いだろ。そんなにおかしいか。あ、俺こっちだから。それとあの子にはお前しかいないんだ。しっかり守ってやるよ。じゃあな。今回も警部の勘が当たりましたね。部屋に残されていたのは小指だけです。他の部分はどうしたんでしょうね。裏庭にでも埋めたんだろう。小指だけ埋め忘れた。ありえますね。間違いなくバラバラ殺人だ。精神異常者が覚醒剤まで使用しているとなるとかなり危険ですね。あとは殺し屋嬢がどう絡んでるかですね。郵便屋は殺し屋嬢と接触した後アパートに帰ったそうです。落合と前田は郵便屋に張り付いてます。よし、明日だ。明日決着をつけるぞ。今夜はゆっくり休め。はい、はい、野口。どうした。俺の小指知らねえか。え、俺の小指知らねえか。小指ってこの間の。ねえんだよ。ないって。だって詰めたんじゃないの。そういう意味じゃねえんだよ。詰めた小指がねえんだよ。だから詰めたからじゃないの。もうダメだ。殺される。殺されるよ。殺されるってどうして。詰めた小指なくしちまったんだよ。なくした。小指は組に、組長に差し出さなきゃなんねんだよ。差し出すって提出するってことか。もうダメだ。おい、小指なくしたくらいでなんで殺されるんだよ。もしやったら港一家の事務所
野口。おい、オブキラー小林恒雄殿、城野だ。港一回行った方が早いな。頭おかしいんじゃねえのか。今説明するから黙って聞いてろ。タコ、このクソ野郎。容疑者の名前は沢木隆一、33歳、覚醒剤所持及び本人も覚醒剤を使用しているものと思われる。それから沢木の行動範囲から推測されるのだが、小包を使った爆弾テロという見方も考えられる。沢木の行動は都市ゲリラの戦法によく似ており、新権力体制設立の基盤を作り出す、まあそういったような。だからそれのどこがバラバラ殺人と関係があるんだ。タコは引っ込んでろ。なんだと貴様、やるのかこの野郎。上等じゃねえか。あ、警部、博士が見えました。あ、先生、あ、こちらです、どうぞ。先生、
紹介します。こちらは心理学的プロファイリングと呼ばれる技術を用いて捜査に協力してくださる篠原先生だ。じゃあ先生、ここにいるバカに説明してやってください。プロファイリングというのは人物素描のことを言い、犯人の動機や行動パターンを心理学的立場から推理し割り出していく方法を言います。一般的に殺人犯というのは秩序型と無秩序型、この2つのタイプに分類されます。秩序型というのはある程度筋道の通った行動を示すタイプを言います。一方無秩序型は通常の基準から見てまるで倫理的でない行動を取るタイプを言います。では容疑者沢木隆一はどちらのタイプに属するのか、このポラロイド写真に注目してください。手紙やハガキが散乱しています。これは容疑者の混乱した精神状態を示しており、彼の妄想を反映した衝動的で象徴的な要素が現れています。そしてこの切断された指ですが、セックスが絡んでいると言ってまず間違いはないでしょう。この指は容疑者が犯行時の興奮をよみがえらせるために持ち帰ったものだと考えられます。したがって容疑者沢木隆一は無秩序型の殺人犯であると考えられます。この顔写真を見ても分かりますように、容疑者は痩せ型タイプの人間です。痩せ型の男性は内向型の精神分裂病になる傾向があると言われています。この散乱した部屋の状況から見て容疑者は妄想型分裂病ではないかと思われます。妄想型分裂病は精神病の中でも一番一般的なものです。妄想型分裂病患者で暴力的な傾向のあるものは極めて少なく、大多数は他人に何の危害も加えないといった統計が出ています。しかし沢木は犯行に走った。なぜか。原因は覚醒剤です。覚醒剤を使用したことによって症状がさらに悪化したものと思われます。妄想型分裂病は思春期に発病することが多く、平均的発病年齢は15歳。このようなセックス殺人を犯すまでに病気が進行するには8年から10年はかかります。この15歳に10年を加えると犯人の年齢は25歳ということになります。沢木は現在33歳。この25歳から33歳の8年の間、沢木は数々の犯行を重ねてきたものと推測されます。今回が初めてじゃないというのか。はい。ですからバラバラ殺人事件ではなく連続バラバラ殺人事件といってまず間違いはないでしょう。沢木が逃走しました。その包帯中にやるんちゃうよな。いや、違います。ほな、なんでないんや。なんでっていうか、お前わしおちょくってんのか。いや、違います。発見せんけい。沢木です。沢木？誰やそれ。友達です。お前の指盗んでどないすんねや。あいつが持ってるんです。そうか、まあ、怪しいけど信じたろ。黒川。はい。右手の小指ちょみったり。はい。
道具持ってこい。はい。どこ行きやがった。港の方じゃないか。ええか、スパッと行くで。スパッと。ちょっと待ってください。なんや。自分でやりますから。組長、どないします。やらしたり。今度はなくすなよ。すいません。さっとやらんかい。値打ち下がるで。はい。スパッと行けよ、スパッと。はい。なくさんようにちゃんと見てたるだな。やるっちゅうてんねやろ。何やそれ。野口の小指です。沢木、まだ配達が残ってるから。じゃあな。場所は港町通りを北上中。沢木を発見。港町通りを北上中。やつは正面から来るぞ。来ました。今。あ、くそ。路地に逃げ込みやがった。よし、先回りだ。
郵便配達です。何やってんだこんなとこで。え、ああ。花ちゃんが結婚したなんて知らなかったよ。あや。若いのもらっちゃったのよ。はい、どうぞ。お、はい、できました。すいません。いいえ、店の残り物だから魚ばっかりなんですけどね。魚屋だからね。でも行きはいいのよ。うん。はい、どうぞ。いいな。いい人もらってよかったな。花ちゃんにはもったいないよ。いやいや、俺にはもったいないのよ。そうでもないんですよ。私一度失敗してるんですよ。なんだお前、バラすなよ。どうよ、俺がよ、前の亭主からな、奪っちゃったのよ。あ、食え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 。遠慮なんかすんなよ。おう、うまいな。だろう、いっぱいあっからよ、どんどん食えよ。顔色悪いぞ。うん、夏ね、覚えてるか、殺し屋ごっこ。うん、殺し屋ごっこ。うん、あのほら、ブロッチ桟橋があるんだろ。ん、貝殻山の裏だよ。あそこがな、俺たちの基地でよ、通りがかるじいさんばあさんはよ、ピシッ、水鉄砲で撃つんだよ。こいつがまた下手ねよ。いっつも見つかっちゃうんだよ。つねさん、お仕事何なさってるんですか。殺し屋です。おう。沢木は港一家から何かを持ち出したはずだ。やつは自転車ですからね、そう遠くへは行ってないと思います。このエリア内か。
じゃあ。郵便屋。郵便でーす。まだ間に合うかな。じゃあ。郵便屋、急がないと点滴が始まっちゃうから。殺し屋だ。どうします？やつに入ってもらうか。警察だ。立て。ゆっくりとだ。拳銃持ってるはずだ。調べろ。はい。何もありません。何の容疑だ。沢木どこだ。沢木？郵便屋だ。殺し屋のあんたと一緒にいた郵便屋だよ。あいつに手出してみろ。殺すぞ。どう殺すんだ。言ってみろ。殺し屋だから。これは俺がやったんだ。お前は殺し屋なんかならなくていい。
んだ。こんなとこで抱き合っちゃってよ。花ちゃん、花ちゃん、ちょっと頼みがあるんだ。おう、何でも頼んでくれよ。その自転車貸してくんねえか。おう、持ってけよ。悪いな。おう。それからこいつのこと頼んでいいかな。おう、任せとけよ。返しに来いよ。おうよ。お茶居前だから射殺されました。あの野郎、港一家から拳銃持ち出しやがったのか。マスコミに流せ。全国に指名手配だ。33歳を全国に指名手配しました。容疑者のアパートでは切断された小指が見つかったことから連続バラバラ殺人事件の可能性もあり。この子見たことあるな。The conclusive evidence were deformed human beings' pinky and an amount of stimulant found from his apartment room. これ英語でしょ。500 policemen from the Minato Police Department are.警察官殺害および連続バラバラ事件の容疑で全国に指名手配された沢木隆一33歳は依然逃走中で、容疑者のアパートの部屋で変形した人間の小指と覚醒剤が発見されたことが決め手となり、港市警では連続バラバラ事件合同対策本部を設置し、警察官500。見ててくれよ、健さん。沢木だ。違います。じゃあ沢木はどこにいるんだ。知らないですよ、そんなこと。あいつだ。逃走中の沢木を発見。現在港街道港中央号に向かっています。早く仕事しろ。
やられました。あの野郎。病院。奴が向かってるのは病院かもしれませんね。例のあの病院か。はい。竹林がやられた脇道をまっすぐ抜けると、あの病院にぶち当たります。あの病院に何かあるのかもしれませんね。その脇道の道幅は？車がやっと通れるほどです。奴は自転車ですからね。おい。うちに競輪でオリンピックに出たやつがいたな。交通課の熊城です。早いか。弾丸です。何かあったのかな。これが騒ぎです、騒ぎのスピードは直線で約時速40キロです。うちの熊代は直線で100キロ出ます、騒ぎの自転車には変速の機能がついてません。それにかなりバテているはずですから、時速は30から40キロの間だと思われます。この計算でいくと、沢木がこの地点を通過したときに熊城を発射します。沢木のコースと熊城のコースはこの地点で交差します。熊城が100キロですっ飛ばして約1分で沢木を撃墜することができるというわけです。100キロ爆弾か。熊城の用意ができました。今行く。任務は聞いたか。ただ走ればいいと。何も考えずにただ突っ走れ。はい。そろそろです。よし。聞こえるか。いいか、何も考えずに全速力で突っ走るんだぞ。元オリンピック選手の走りを見せてやれ。あら、騒ぎが直線に入りました。用意。用意。この調子でいくとあと30秒でドカンです。
ああ、どうした騒ぎのスピードがどんどん上がってます。何マジの飛ばせ、もっと飛ばせ。あと10秒です。熊城が持ち直しました。いいぞ熊城、そのままぶっ飛ばせ。いいぞ熊城。あと5秒。飛ばせ熊城。3。第三中央病院に通じる道を全て閉鎖しろ。沢木を追い込むんだ。次の人民取りかかってくれ。了解。俺に任しとけ。え？沢木が来ました。野口とジョンも一緒です。チンピラが。狙撃犯はいつでも OK です。射撃用意。射撃用意。
し。違う。違うんだ。じゃないんだ。違う。泣きやがって。違う違うんだよ。騒ぎじゃねえんだ。違うんだよ。騒ぎじゃねえんだよ。おい、どういうことだ。おい、あの指は俺の指なんだよ。ほらほら、俺の指なんだこれ。待て待て。射撃用意。おい、トンボーン来るな。沢木来るな。これなんだよ。ほら、あれ、おい、これだよ。
間に合わない。